まんま畑に植えますと、育っていくものですから、それ先端にですね、刃物が、あ、今落ちました、こちらも十分気をつけますが、先に刃物もついたりしておりますので、300ぐらい。ちょっと離れましたけども、ここです。どれ？これです。これ。どう？難しい。難しい。難しい。腕パンパンです。ブルブルします答えましたね。ちょっと明日筋肉痛かもしれない。身を乾燥させて、そしてふるいにかけて、種子を採取するわけですね。そしてそれをレンズを保存していただきまして、それで来年以降の巻き付けの試験に使用する予定でおります。新年開始も研究研修センターさんだけではとてもなかなか進めることが、なかなか難しいので、皆さんのご協力も得ながら、長い取り組みになりますけども、再生につなげていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。